僕たちはこの結末を予想していた。主文、被告人はロースクール生たちの間で裁判ゲームと呼ばれる遊びが流行っていた。あの日お願い、北氏を弁護して。逮捕されたミレイを弁護するために、犯人を特定するために、僕は弁護士となった。冷たくないさ、孤独の雨も。被告人は殺害していません。なんだって？ナイフに付着した指紋は大量の返り血は洞窟がつもりですか？一つ聞いていいか？なんで殺人未遂の犯人がここにいるんだよ。話せない理由でも分かるね。殺したくなるだろ。一時聞くね。日本の司法は裁判所冤罪を見抜けなかったのです。4点5点の墓参りに来てほしい。正義のヒーローだ。ノンストップミステリー。裁判長、面白いものをお見せします。法廷遊戯、それは3人の究極の決断。